7月28日公開、ロード2忍者ナルト・ザ・ムービー。本作は劇場版初の岸本正史先生による完全新作ストーリーだ。そこで今回から5週にわたり、その見どころをなんと岸本先生本人が教えてくれちゃうぞ。記念すべき第1回は渦巻ナルトについて。 今回本当にナルト主人公として、ちゃんと描きたいっていうのがあったので、ナルトの気持ちを掘り下げるところで、ナルトとイルカの最初のラーメンのシーンがこだわりました。一度絵コンテが全部上がったんですけど、どうしてもイメージが違うっていうので、全部直してもらいましたし、僕わがまま言っちゃってるんですけど、その分やっぱり、納得いくものができたっていうシーンでもあるので、見てもらいたいなって思います。あと、 なんと特殊なのは、お亡くさん人のシーンっていうのは、漫画だともう、お二人とも亡くなりになってるので、そこはちょっと、書けない。で、映画だと、それができる方向性が見えたので、そこは、見てもらいたいと思って、僕の中で結構、いい、シーンが用意できたかなっていうふうに思います。そこ見てもらいたいですね。はい。来週は、岸本先生が春の桜について語る。 ロード2忍者は7月28日公開。そして映画を見ると岸本先生監修の DVD とミラバトカードがもらえるぞ。